こんな植物まで勇気手を出しちゃいました。何十万するようなものもあったりしますし、このぐらいの大きさでもやっぱ5万10万してきます。なかなか見る機会がないので、こんな感じね、下の方から根っこが、ね、出てます。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家の勇気です。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さんやばいです。ついにですよ、こんな植物まで勇気手を出しちゃいました。ということで今回はね、こちら見てください、ね、全く花と関係ないパンジービュラとか全く無縁な、こんな植物にも手を出しちゃいました。今日ね、せっかくこちらのユッカロストラータが手に入ったので、ユッカロストラータについて話をしていきたいと思います。ぜひね、一年草多年草以外にもこんな植物あるんだなと、今回の動画を見てもらえたら植物の世界が広がるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はこちらユッカのロストラータという品種がご縁があって手に入ったので、これをね、僕の農場でも育てていきたいと思います。こちらなんですよ、原産がアメリカ南部やメキシコの北部に原産するリュウゼツラン科の植物になります。リュウゼツランと聞いてピンとくる方いらっしゃるかと思うんですけど、こちらアガベの親戚にもなります。こちらなんですけども、耐寒性はめちゃめちゃ強くて、マイナス10度を超えるようなところでも越冬する耐寒性のある常緑の低木になります。お花育てて、ついにもうこれね、お花じゃなくなってきつつある花農家勇気の園芸チャンネルなんですけどもね、やっぱしいろんな植物見るの楽しくないですか。なのでね、せっかくこれは結構ねお手頃な値段で手に入ったので、なんと1つじゃなくて2つ買っちゃいました。こちらなんですけども、実際に1メートルぐらい大きくなるには10年ぐらいの歳月がかかるとも言われてます。なので種から育てようと思って、このぐらいになるにもやっぱり 4,5 年とか、もしかしたらもう少しねかかってくるような、とてもとても大きくなるのに時間かかる植物で、ね、今ねドライガーデンがすごい人気があるので、そういったドライガーデンのメインの植物としてかなり人気があります。お値段もですね、やばいです。まあユッカロストラータと Google とかね、インターネットで調べてもらうと出てくるかと思うんですけども、高いものだとやっぱ何十万するようなものもあったりしますし、このぐらいの大きさでもやっぱ5万10万してきます。それがね、なんでそんなするかというと、やっぱし大きくなるにすごく時間がかかるので、これも海外からのベアルート、根がついてない状態の輸入株になります。まだねこちら根がついてないので、そこそこね安いお値段で買うことはできたんですけども、根がついたものをやはり1年2年ですね、日本で育って、もっと葉っぱがですね綺麗にこうブワーッと広がっているようなものであれば、やっぱしね5万10万は超えてくるような植物になってきます。ちょうどね2個買ったうちのもう1個がですね、ちょっと倒れちゃってぐらついてるのでね、この根っこの方とかね興味ありますよね。なのでそれをね見ていきたいと思います。園芸チャンネル、よいしょよいしょよいしょ。こちら買ってから移動中にね、これ振動で動いちゃってね、根が浮いちゃってるんですよね。なのでこれをねちょっと土を出して中を見てみたいと思います。よく見るともうすでになんですけど、ちょっと待てよ、いいえ、最初にバッと出すとこを見せたいので、見えますか、こんな感じで、ね、根がね浮いちゃってるんですけど、これベアルートでね根がついてない状態のものなんですけど、ラッキーなことに多分こんな感じで根がね出てきてますんで、それもね一緒に見ていきたいと思います。土を一回全部出します。よいしょ。
どんどんね、あ、根が結構出てんな、これあ、もう根が切れちゃう。あ、結構出てる。ラッキーですね。ベアルートだったんですけど、あ、切れちゃった。切れちゃった部分があるんですけど、こんな感じで、ね、見えますか、根っこが出てます。あ、こんな感じになるんですね。なかなか見る機会がないので、こんな感じね、下の方から根っこが、ね、出てます。しっかりね、こうまじまじ見ましょう。なかなかもう抜かないのでね、ちょっと根が切れちゃってもったいないですけども、抜かなかったらいけなかったので、ね、これでちょっとね、養生していきます。なのでまたこれをこんな感じでぶっ刺して、あー、もったいないですね、せっかく根が出たのに。ちょっとこれを土を入れていきます。まあね、根が動いてるんで、これはね、多分枯れることないんで大丈夫かと思うんですけども、しっかり土を入れて、これからは楽しみですね。よいしょ、ちょっとこう使用して空間をなくして、もったいないですね、根っこが切れちゃったの。はい、よいしょ、これでね、ちょっと管理をしていこうと思います。実際にね、こんな感じでね、まだしっかり根が張ってないんですけども、押してもらったのが根がね、ちゃんとしっかり張ってくると、この先の最初のこの新芽がね、綺麗な緑の葉っぱが出てくるって言われたので、それまでね、ちょっともう一回しっかり管理をしていこうと思います。水やりに関してもたくさんやってしまうと過湿に弱いこちらユッカロストラータなので、 2,3 週間に1回たっぷり水をやって、完全にね、乾いたらしっかり水をやるっていうのをね、繰り返しやっていきたいと思います、ね、この幹ゴツゴツしてね、すごいっすよね。まあね、これからちょっと根が傷んじゃいましたけども、しっかりね、発根していくかと思いますので、管理をしていきたいと思います。いやにしても、いかついっすよね、このフォルム。これ本当にね、こう1メートルなのに10年ぐらいかかるので、1年間ね、もうほんと10センチしかこうやって伸びないので、いやこの大きさね、これも海外からの輸入苗になりますので、こんな感じでね、輸入して、ね、根を出して、それがお庭とかに割ったらね、ドライガーデンとしたら、やっぱね、ユッカロストラータ欲しいので、ユッキの園芸チャンネルはどこに向かっていくんだろうというところなんですけども、こういったね、植物に関することだったら、これからもいろいろと興味が向くままにね、紹介もしていきたいと思います。園芸チャンネル。はい、ということで今回は、やばい植物、ユッカロストラータが手に入りましたので、ユッカロストラータについて動画を撮っていました。これからもね、いろんなお花、植物育てていこうと思ってますので、一年草とか宿根草とかそういったものにとらわれず、いろんな植物に視聴者の方も興味を持ってもらえたらとても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方、ぜひ高評価お願いします。ユキの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。